どんなに不安でも辛くても前を向くの。ほら、タオル、顔拭きなさいよ。せっかく綺麗な顔してるんだから、笑わなくっちゃ。一緒にアイドル、頑張りましょうね。負けないわよ、しずく。うん。ありがとう、愛梨ちゃん。愛梨ちゃんの言葉があったから、ずっと頑張ってこれた。でも。アイリちゃんも変わっちゃって、私はもう。ワン、ツー、スリー、フォー。ここ難しいな。あれ、もうこんな時間？結局今日は誰も来なかったの？メッセージも読んでもらえてないみたいだし。あ、はるかちゃん来てくれたんだね。よかった。先輩たちは？それが今日は桃井先輩も日の森先輩も来てないんだ。そう、でもちょうどよかったかな。ねえみのり、私明日から別の場所で読書しようと思うの。やっぱりダンスの練習しているそばだと本に集中できなくて。え？でもそうだよね、はるかちゃん静かな場所を探してただけだもんね。むしろ今までありがとう、はるかちゃん。私のことを見守ってくれてたでしょ。ちゃんがそばにいてくれたおかげでもっと頑張ろうって思えたよ。そっか、またいつでも連絡してね。時間があったらたまには一緒に帰ろう。うん、それじゃ。はるかちゃん、私オーディション頑張るね。それで絶対はるかちゃんみたいなアイドルになる。見てくれた人たちに明日を頑張る希望をあげられるような、そんなアイドルに。うん、頑張ってね。そんな素敵なものじゃない。アイドルは、そんな素敵なものじゃないの。しずく、ずっとメッセージ読んでない。電話も出ないし。そうよね。私、最低なこと言っちゃったんだから。アイドルどころか、友達、失格じゃない。メッセージ、もしかしてしずく？桃井先輩、今日は忙しいですか？また時間ができたら練習を見てもらえると嬉しいです。みのり、そうよ、みのりの特訓の続きを見てあげないと。でもアイドルとして必要とされなかった私がみのりに教えて本当にいいの？